ゆうとび、本日の動画がこちらにございます。大阪の街スナップしていきます。ということで早速どれやじょー。はい、ということで本日は大阪の街をこれ一人称視点でスナップしていこうと思います。鶴橋っていう街に来ました。雨が降ってきた。やめて、もう雨降るの。一人称視点ちゃんと撮れてるんかな。これ撮れてなかったらもう動画が完全にボツになるんですけども、あかん、シャッタースピード遅いからね、電車がブレてしまいました。ちょっとどうにかする。そういう時はね、こうやって ISO を上げていって、電車がいなくなるんですよ。この瓶は、この瓶とかなんか額縁構図、おー、かわいい感じ。雨の方がね、このスナップ写真には向いてるかなということで。牛めっちゃこっち見てくれよ、この人。雨がやばいって。今人がいる状態でこう喋ったらどんな感じで見られるんやろ。あ、こんな感じでめっちゃ見られるんやな。はい、ということで通天閣に移動してきました。散策するぞ。見て、気持ち悪い言うてもったらすみません。ちょっとあいつ取っとこう。だるまの本店か、ここ。それで上にあのソースの達人がおるんですね。めっちゃ歩きなさそうにあの人太鼓叩いてる。大阪やばいな、マジで。コーヒー50円やって、行ってみる。どこ、あ、これ50円ですか。50円。これ取ってどうすんね。このビリキンさん、なんかうんこみたいな色してるけど大丈夫。あっこに電車止まってる。せっ、撮り鉄ゆうとび爆弾やな、これ。おお、怖っ。この真上から撮ろう。あ、よきよき。シャッタースピード速せなあかんってことやな。 IS 上げよう。イフチは4ぐらいにして IS 上げて、ここ、おー、なんかいい感じ、芸術的になった。撮るものないぞ。ということで撮るものないので終わります。大丈夫、これ終わって。